どうも、みやみや様、こんばんは、すすです。今回はですね、アップデートで強化されたアコースティックについて、トラップのキャラクターですね。このキャラクターについてお話をしていこうと思うんですけれども、まあ、早速、まあ何が強いかとか、まあいろいろクリップ混じりでご説明させていただきます。というわけでまずですね、パッシブ。パッシブですね。これが、まあ要はガスを使うキャラクターなんですよね。ガストラップとガスグレネードと。でそういうガスの中をいる敵を強調表示するっていうのが、こんな感じで、パッシブなんですけれども、あの強調表示されるんですけど、まあこれ単体だと何も意味がないので、こういうアビリティのトラップだったり、こういうアルティメットのグレネードだったりとか、敵に食らってる時じゃないと進化を発揮することができないので、まあでもですね、ガストラップってそんなに範囲がめちゃめちゃ広いっていうわけでもないので、まあ基本的にアルティメットですね、アルティメットの時ぐらいかな、強調表示で気になるのは。まあそのぐらいですね。で、あとパッシブですね、基本的にまあ読んで字の通りというか、まあほとんどまあそんなに難しいところはないので、で、まあ次さっさと行きます。ガストラップで、ガストラップなんですけど、まあこれを全く知らない人、まずアンロックすらしてない人ってやっぱり多いんですよね。オクタンとかミラージュとかが強いんで、ガストラップの、ガストラップのじゃない、コースティックを一番最後までアンロックしない人とかって結構いらっしゃるんですけど、まあそういう方向けの何も知らない方、まあ敵にコースティックいた場合も結構ありがたいんですけど、まあそういう何も知らない方向けに言うと、まずこのスクリーンショットを見ていただいて分かる通り、はい、ではですね、まあこれはですね、まあこのトラップの、まあ破裂する部分っていうところなんですけど、まあ基本的に近づいたら作動するっていうのは、まあもちろんまあわかるとは思うんですけど、この黒い部分を直接攻撃しても破裂します。このパーンって打っても一発弾でも当たればこう破裂するので、まあここら辺は打たないように。で、この敵がコースティックにいた場合、ていうか敵がコースティックを使用していた場合に、こういう毒ガスを設置して、まあどうやっても破壊しないといけないというか、破壊した方が楽なので、まあ銃声でバレちゃいますけど、まあそういう時はこの下の一番細いとこを、ここを銃で撃つことによってガスを噴出することなく畳むことができるので、まあこれをトラップがなんか敵が投げてきたとか、そういう時に、まあ起動する前にここを撃つことによって畳むことができるので、まあ敵にコースティックいた場合はそういう風にした方がいいです。まあ銃声でバレるので、まあ敵がどこにいるかわからない時はちょっと注意した方がいいと思います。で、このなんで自分で作動させるかっていうのは、そのメリットはですね、敵からその破壊されるんですよ。あそこのさっき言った赤い部分っていうか、まあ下の細い部分を攻撃されると、畳んでしまうんですよ。ガスをこうプシューってならずに。で、そうしてしまう場合に普通に敵が入ってきちゃうので、それをさせないように先に自分でこの上の部分を破壊するっていうか、まあ銃を撃つことによって、もうその一定範囲は敵はもう詰めてくることはできません。まあコースティックだった場合は詰めてこられるんですけど、まあそれも言うて3分の1でしかないので、しかもそれも必ずコースティックがいるっていうわけではないですし、まあほぼほぼ敵が詰めてくることはないので、まあかなりまあ便利というか、そんなに敵が突っ込んできたりとかしないので、まあ回復だったりとか味方の方に引いたりとか、新しいトラップで別の道塞いだりとか、まあいろいろすることが、できます。で、これが本当におすすめする設置の方法で、でこれが、狭い道とか、まあブリッジ横のこういう狭い道にですねトラップを設置するので、まあ完全に敵が通れなくする方法なんですけれども、これが、音を出さずにトラップを破壊しようとするっていうことはほぼ不可能です。まあ、なんかこれから先サプレッサー武器とかがあったら、まあ銃声出さずにとかいうことができるんですけど、まあ現状無理なんですよね。で、ここ見ていただいて分かる通り、今下のトラップ消えたの分かります。で、こんな感じで敵がここを破壊したということは、こっちに敵がいるっていうことなので、まあここに敵がいるよと。まあここピン刺すのもいいですし、まあパーティーやったら VC で全然言ってもいいですし、まあそういうことで報告できます。で、敵が 100% ここにいるっていうのが分かって、あとは攻撃。で、まあ場面が変わってまた下にいるんですけど、まあここら辺にポイ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 投げていって、で、上に行きます。で、まあひたすらこのガスのいいところって体力を削れることなんですよね。相手がエリアに追われる、プラス最終範囲くらいだと、割とエリアダメージで、割と本当にシャレにならないぐらい痛いですし、これ見ていただいて分かる通り、下のどん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 ガス破壊されていってますよね。まあエリアのなんかダメージ的になんか壊れるのか分かんないですけどね、最後の1個は。ちょっとそこはエリアで壊れるのかちょっとよく分かんないですけど、このエリアで追われながら体力
ただでさえ回復しながらじゃないとかなり痛い、プラス毒ガスのこのアルティメットとか、まあ、この普通のなんだアビリティの技とかを使われると正直かなり強いです。まあこの最終範囲だと本当に体力を奪われつつ、さらにアンチのそのダメージが入るっていうのはかなり強いので、まあ立ち回りというかポジショニングでかなり強いものになってきます。あとはですね、まあよくある使い方なんですけど、狭い通路とか家の中で設置することで、家の中でですねポイポイ設置するっていうのも結構強いんですけど、まああんまりその敵が突入してこなくなるっていう、まあメリットとかはあるんですけれども、扉の前にやると扉を開けれなくなるんですよね。向かい側から基本的に扉を押していくので、押していくっていうか押して開くものなので、まあその敵が外にいる場合はいいんですけど、なかなかなんか2階から下に降りて1階から帰ってこようとすると、あの毒ガスにトラップに引っかかってまあダメな場合があるので、まあそういう時のためにあんまり邪魔にならないところに置いておくのがまあおすすめというか、まあ毒ガスのこういう影響ってまあ味方にも引っかかってしまうので、まあ味方の邪魔にならない程度にやってください。嫌われる原因として、あのガスがですね味方にもちょっと影響があるので、まあ、だからコースティックがちょっと苦手っていうか、まあ、嫌われるっていう、邪魔になるっていう部分もあるので、まあ、室内戦だとかなり強いキャラクターではあるんですけれども、まあ、ちょっと使いようによってはちょっと仲間にちょっとね、ちょっとなんかこいつ邪魔だなと思われる場合があるので、まあ、使用する場合はちょっと考えていただけると、まあ、かなり、まあでも普通に便利なキャラクターなので狭いところでもかなり強いです。で、やっぱり狭いところで一番強いって言ったら、この中が一番強いですね。このコースティックが、まあ最大限輝く場所がここ。残り 2% で、まあこっち側から、まあ敵来てるんですけど、まあさっきの大マップのあっちから。で、敵が、まあこっち来るんですよね、なぜか。で、まあガス、まあこの場合の敵の動きとしては、まあガスがあった場合は、まあ上にまだ、全然いけるんで、時間的に。まあ、そっちから回ってったがいいです。正直、ガスを持ってるジブラルタじゃないコースティックがいる場合に、まあ、バンカーない突はもうほぼ勝てないです、正直。これでなんで突っ込んできたのか正直わかんなかったんですけど、まあ、ほぼ無理ですね。で、まあ、カットとして、まあ、いろいろと、向こうにはこっちに詰めてきてもらわないといけないんで、下がらないといけないんですよね。自分たちとしてはあっちの上の方に行かれる方がちょっとまずいので、まあ、できるだけ引いて、そこにもう下がれなくする状況まで来ていただかないといけないので、あとはまあこっちに詰めてきた奴らをまあ買っていくだけですね。で、もうああなったら後ろに下がれないように、ああやって投げて、ボム投げて、まあこれ味方も行っちゃうとちょっとまずいんですけど、まあ下がれないようにして、まああっち下がっちゃったんですけどね。で、なぜかここにいて、まあ倒して、で、残り敵向こうにいるんですよね。もうちょっと、まあ味方も食らうんで下がってきたんですけど、まあもうちょっとしたらほら仲間敵食らっていく、でエリア外に行ったらエリア外のダメージ食らう、で味方はここに2人倒れてるから残り確定で1人で、あとはもうほぼ勝ち確定ですね。あとはもう別にトラップ仕掛けなくてもほぼ勝ち、あとはもうパワーで押し切れば、もうエリア外でダメージ食らってるっていうのは分かってますし、毒ガスでも食らってたんで、まあほぼほぼ体力ほとんどないですし、終盤なので体力の範囲ダメージもかなり痛いですし、まあ、こういう場面にいたらちょっと無理してでも、まあエリアの内容の方に入った方がいいです。ここは正直コースティックのもう狩り場ですね。超有利ポジションになってきますので、ここに来る場合はご注意を。で、アップデートでですね、このガスグレネードが投げる飛距離がまあちょっと伸びたっていうのがあって、まあ、意外と遠くまで伸びるっていうか投げれるようになったのでかなり便利になるんですけど、これって実際ですね、このガスグレネードっていうのが足ダメとか蘇生とか、まあ、そういうのにかなり使えるのでかなり便利な能力になっていて、でこれが、まず1個目、敵が詰めてきた時に危ない時用、非常用ですね。で、これがさっき言ったように黒い部分やると破裂しますよってやつですね。今チラッと見えたのが。で、これをすると敵に、まあそういうのがなく、あ、これですね。この敵が近くにいた時にスモーク、じゃねえ、ガスグレネードやると、まあ敵も相手が、俺の場所がわからなくなって、まあ倒しやすくなるっていうところですね。で、あとはその、このガスが蔓延してると、まあ敵が突っ込みづらくなるので、割と安全に回復することが可能と。で、これが、回復ですね。まあ味方にそのジブラルタルがいるんですけど、で、ジブラルタルのドームで回復してしまうと、まあワンチャン敵が詰めてくるんですよね。明らかに蘇生っていうのがわかるし、で、このガスクレードだと、なんかもしかしたら、
なんか普通に攻撃失敗しただけじゃないかなっていうのを分かんないんですよ、敵からすれば。その倒した本人は分かるけど、他2人は倒してるかどうかっていうのは分からないので、まあそういう時の場合のためにこういうのをやっておくとかなりいいです。まあその蘇生っていうのがバレにくいので、詰められにくいっていうのがかなり強いところですね。で、これが、外側から見たコースティックの毒ガス。こんな感じですね。中全く見えますね。ここら辺蘇生の音してたんで適当に打って、まあ、探ったんですけど、まあ、こんな感じで、外側からの、まあ、中を見ることはほぼできないので、まあ、こんな感じで外側から見るとほぼ、まあ、中がわからないので、まあ、蘇生はしやすいですよという感じですね。まあ、これ結構便利です。で、これが、個人的に一番好きだったクリップで、まあその敵が、まあ周りを囲んでて超危ない時にこのコースティックのアルティメット使うと、まあこの開けるタイミングが自分でこれ持ってる時に開けれるんで、開けてポイって投げて閉める。で敵食らう。で強調表示されてる。でエイムがこんなプレプレでも、もう向こうからわかんないんで、まあ敵と撃ちされたら当たるっちゃ当たるんですけど、そしたらスライディングかなんかで横にやればほぼ当たらないので、まあそんなにかなり絶望的に囲まれてる状況でもこんな感じに倒しやすくなるので、まあこういう使い方、がかなりいいです。敵が詰めてくれればくれるほどガスの範囲って広いのでほぼ当たります、真下に投げれば。なので、まあ、詰めてきてくれた方が逆に助かるっていうあれなので、まあ、こういう毒ガスとかは割とその、まあ、軽視されがちではありますけれども、こういう風にっていうか、まあ、その自分がこれは、自分が使う場合じゃなくて自分たちがコースティックが敵にいる場合詰めるときにも役立ちますので、皆さんこういう風には注意した方がいいですよっていうあれです。で最後になりましたけど、さっきアップデートで強化されたっていうのがこの鉄壁っていうのができてたんですよね。この非ダメージを 10% 軽減っていうのがついて、まあこれがついたおかげというか、まあガストラップのダメージも上がりましたし、まあグレネードの飛距離も強化されましたし、まあそういうのがいろいろあってですね、まあこれをアップで追加された次の日ぐらいかな、まあ夜中に追加されたので、まあその当日と言っていいのかな、当日にやったんですけど、まあコースティックをあんなになんかこう一番人気がないキャラクターと言われていたこのコースティックさんだったんですけど、まあコースティックのピック率高いこと、選択する人多い多い、まあ多分強化されたばっかなので、まだ今ジブラルタルの人気も多いんですよね。このジブラルタルとコースティックの、まあ要は選択率最下位とブービー賞みたいな、まあそんな奴らがかなり選択されてるので、まあ基本的にガストラップを効かないコースティックさんがいらっしゃるんですよね、相手パーティーに。なので、まあここら辺はちょっと注意した方がいいですね。まあ全員が全員効くっていうか、まあしばらくして、多分1週間とかすれば多分落ち着いていきます、結局。こういうのって流れだと。結局他のキャラクターでいいやってなるんですけど、まあ自分は結構かなり強化されて使ってて使いやすかったので、まあしばらく多分またちょい使っていくとは思うんですけど、まあ多分今は多分しばらくは多分コースティック率の使用率は高いんじゃないかなと思うので、まあそこら辺、まあ一人ぐらい効かない敵がいるので、で、あとこのガスクレネード中って、他からは効かないんです。他から見えないんですよね。さっき蘇生の時も言ったように。まあ外から見えないので、まあ相手がコースティックいた場合は、割と 1on1 のなんか1対1の勝負とかになったりするので、まあそこら辺も注意かなっていうところですね。というわけで、まあ以上、このコースティックのお話になりました。まあ実際ですね、本当に強くなったので、まあアンロックトークンとか、こういうポイント、アンロックトークン?レジェンドトークン?おーい。まあこういうレジェンドトークンとかが溜まってる方とかはいらっしゃったら、まあ全然使ってみてもいいかなと思います。本当に今はもうほとんどこのキャラクターはかなり強くなったので、この鉄壁っていうのもかなり使ってて、まあやられにくくはなってるので、まあこういういろいろがあると、まあ強いキャラクターなので、ぜひ皆さん使用してみてはいかがでしょうか。というわけで最後までご覧いただきじゃねえや、ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけで、本当はですね、この順番にパスファインダーやりたかったんですけど、まあ強化されたということで、コースティックさんのお話でした。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあの。